こんばんは。こんばんは。オーシャンズ編集長の原亮太です。サイリーさん、菊池純之です。珍しい T シャツ着て。何？あんま見ないで、うちの子。うちの子はあんま見ないで。プリント、ね、フォト T 珍しいよね。ああ、確かにね。うん。かわいくない？かわいい。かわいいでしょ、これ。かわいい。やっぱ犬はかわいいですよ。菊池くんもかわいいし。本当？本当？菊池くんかと思った。いや、最近だからです。可愛くなくなってきたから。あ、僕がね。可愛い服とかを着た方がいいなと思って。色も。おお、うん。色も真っ白でいいな。真っ青だよね、でも。まあまあ、それはね、オーシャンズは青ですから。もう暑くて。ね。暑いよね。いや、本当。東京に入れないんじゃないかな、もう。でももうね、夏暑すぎますよねっていうのが、うん、もうそのまんま今回質問になったようなあの方、40歳の京都の KO さん、本当って本当なんだろうけど、今年買った T シャツはもうへたれてきましたってもう着すぎてんだろうね。確かに。すぐ買える安定の T シャツを教えてください。すぐ買える安定の T シャツはいっぱいあるじゃない、まあね、セールも終わっちゃったからね、うん、あのこの間のさ、だってテムとシーンだとすぐ変えたじゃん。あれそんな腐ってないじゃん。今日も着てたけど。いや気に入ってんなこのタンク。着てないよ。だってプレゼントだもん。あ、したの？あれもう送った？来てないんじゃないのあれ。もう応募が。応募来た。おお。ありがとう。ありがとうございます。本当に？あのバッグ欲しいっしょ。あのバッグ欲しい。閉まらない。あのバッグ付きって熱いよ。ね。でも、はい。そう。へたっちゃうね。今年買った T シャツがもうへたれてきました。うんうんうん、すぐに買える安定の T シャツを教えてください。でももうね、セールも終わってるってなると、まあなんかすぐ買えるっていうと、なんだろうね、ネットとかでっていう。なるほどね。まあ打ち合わせで話をして。で結果としてはなんかそういうアマゾンとか ZOZO とか、はいはいはい、まあ、そういうところですぐに買える、うん、で、形としてもまあいい感じの、うんうん、で値段もいいお手頃で、お手頃、うん、っていうのを集めようと思って、まあ、ボディーブランドのものを集めてもらった。なるほどなるほど。そうですね。で、ね、あの白は、まあ、白はもう絶対入れたいって言ってたしね。もう白はないと、ね、白が基本なんだ。俺ネイビー、青がないとっつって、でもう一個黒そんな青好きじゃないよね、本当は。ブルーは多いよ。仕事ブルーなの。仕事本当は青じゃないよね、黄色だよ、ね、黄色が好きなんですよ、原さんは。本当は違う、それは俺ずっと知ってるんだ。黄色だってさ、3色あって絶対黄色選ぶ。黄色だけだとサンパルカンもあのカレー好きの黄色。黄色選んでたじゃん、あの中で。あの中青だよ。赤は一番リーダーでしょ。リーダーとかはちょっとあれだけど、あん中なら青。マジでグリーン。俺黄色だった。三兄弟やったから。いつもお面黄色かわされて一番欲しくない。特技はカレーを大好きっていうのが特技だったのよ。ショックでさ、もうそれ全然好きじゃないんだよ。誰も得しないよね、その特技。カレーをよく食べる。はい、ごめんなさい。はいはい、それボディーブランドのね、ボディーブランドの T シャツをなんで、まあ、集めてもらったと。でもボディーブランドでね、うんうん、あの素材の特徴とか、はいはいはい、あのそれぞれ形が違ったり、うん、なんか意外と ね意外とハマるのって難しいよねっていうので、ちょっと今日は集めたのを検証していこうと、うんうん、まず何ブランドは。ブランドは、一つ目ユナイテッドアスレですね。アスレはこれは、5.6 オンスのハイクオリティ T シャツという、これが一番あの基本の形っていうね。同じボディメーカーでも本当種類によって全然違うじゃない。そう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 、ね、今の名前もそうだし、
でこれハイクオリティっていうだけあって触り心地が割といいなっていう印象があります、うん、なるほど。で続いてが続いてが、フルーツオブザルーム。おいでこれスタンダードクルーネック T シャツっていう、まあ、もう本当に基本のフルーツ。このパック、こういうパックとかこのパックとか、あ、色違いで入っていると、うん、色違いで入ってるっていう、まあ、まあ確かにさっきのと比べるとね、生地感はだいぶ薄手になって薄手になりますね、うん、はい、まあ、なんかすごい基本っぽい感じ。確かに。で、でこれがプロクラブ。あ、プロクラブね、最近多い。最近多い。これ肉厚です。 6.5 オンス、ね、このねリブもこんな太くて、リブも太くて、さらにファブリックメイドイン USA、 そう、はい、やっぱアメリカっぽい作りですね、うん、これはモデル名とかは、はその 6.5 オンス、あ、オンスでの、そう、なるほどなるほどですね、もうボディメーカーなんで、はい、うん、で、で最後最後これがギルダン。あ、ギルダン6オンスです。これ6オンス 5.6 6.56オンス。いや、これもぼちぼち熱いってこと。そう、でも触った感じそんな熱く感じない。柔らかいですよね、うん、なるほど。っていう4ブランド、4ブランド、どれがなんか愛用してるのとかあります？この中で、うん、グラフィック T シャツとかも、はい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 、まあ、ボディに使ってたりする中で最近好きだなって思うのは、うん、プロクラブは、結構厚手で、厚手ですよね、うん、多いよね、多い、あと毎回この動画でも言いますけど、うん、細いから、ああんま、張りがあって、そう、薄いのは着るのに抵抗があって、あ、そうで、こういう肉厚のは好きで着てますね。あ、なるほどね。そう、俺はね、そのリブがちょっと結構苦手で、あ、このね、太い、太すぎるっていうか、うん、確かにやっぱごつさがね強調されちゃうんですよ。あ、逆のパターン、確かにそうかも。だからだったらフルーツとかのパックティーぐらいの感じだったり、うん、もしくはまあギルダンぐらいの、うん、まあ、これぐらいのリブの感じの方が、なるほど、ね、まあ、リブで言うとですけど、うんうん、生地はでもこうだいぶあれね、ちょっと薄いよ ね、 ね、シルエットも細身な感じだから、レイヤーの時にシャツのインナーとかに使うにはこのフルーツ結構好きかも、うんうん、確かにね。こうこれは、ね、フルーツ、これ M サイズで、はい、こっちはこれ XL、 ユナイテッドアスレは XL、 そう、全部 XL なんです、このアスレは。はい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 。アスレは肉厚でちょっと型落ちしてるというか、確かにトロッとしてるもんね。そう、うん、割と肩幅広めに着るようなサイジングですね、うんうんうん。これでも形とかはね見ていかないといけないから、一回気になったのを着てみるっていう、はい、着てみましょうか、はい、ということで俺もあれかな、もうプロクラブ。じゃあ俺は L サイズ、ギルダン、ギルダンの L サイズ、これも L、 あ、うん、ここは同じなのか、そうそうそう、 LL で、あっちで XL と XL で着てみようよ。あ、これをね、うん、あ、確かに、そっちは XL でできるんで、こっちは L でちょっと一回試して、はい、じゃあ編集のことなんて一切考えないスタイルに、ね、だんだんこうボンって当たったら入れ替わるとかいい ね、 ね、 や、 ってやりたい、あれ黄色になろうそれ、ね、ダニと入れ替わったその場合じゃあ切ればいい、飛ばない、あ、飛ぶ、うん、飛びましょう。じゃあ着替えていきましょう、はい、せーの、こう、なんか下から出るとかやれないんですか、飛んだら、いや、ズズズズズズズみたいな、マリオみたいな、あ、で、マリオ、ドカンから、ドカンから、そのためにこう、こうやって、この、こっからこうやればいいなら、てん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 、ね、着てみました。もうね、なんか色味もだいぶ違うっすよね、うん、やっぱこのギルダン、ちょっとスミクロっぽい、スミクロ、チャコールグレーみたいな濃い感じ、うん、だから古着の T シャツっぽいっていうか、うん、新品だけどちょっとこう汗感がある。確かにこっちはほんと真っ黒って感じね。そして張りがあるね、うん、やっぱ張りがある、うん、まあ、こんぐらいの方が俺は安心感あるけどね。ああ、うん、俺はなんかこれぐらいのなんか柔らかさが、形もだからちょっと袖がね、
袖丈がこっちの方が短くて、そうですね、こっちはやっぱ長い、こっちはちょっとやっぱ落ちた感じになって、うん、肘ぐらいまでいく、ね、シルエットはだいぶ違いが分かる、うん、これ値段は、値段は、おいくらでしたっけそちらが覚えるようにさっき言いましたよね。聞いておりません。1584円だったんです。これ1584円、はい、はいはいはい、1500円、はい、これは1623円ぐらいですね。あ、こっちの方がだから高い、細かいのにぐらいいろんな値段で出てますんで大丈夫、いろんな各所で探してもらって900円台ぐらいからあるんじゃないかなって。おお、中にはね、中には。おお、でもこれはいや だとしたら、まあ買い足しには両方買っちゃえばっていうのもね、うん、あとはもう意外とコーディネートするときはこのここまで濃いのは結構難しいのかもしれない、うん、そうだね、うん、最初ね、うんうん、濃いめのものと合わせた方がいいだろうね。うん、もう白とこれだと結構パッキリ分かれちゃったりすると思う。そうですね、なんか馴染みがいいのは意外とこのギルダンの方がいいかもしれないですね。取り入れやすい、うん、分かりました。はい、これが L サイズです、皆さん参考に、はい。あ、体重何キロでした？今、61足す9ぐらいぐらい全部何キロぐらいですか？僕60です。本当ですか？もう痩せましたね。ずっと俺でも大学2年生ぐらいから ずっと60キロ61になる。たまに夏バテで59で確かに忙しいから痩せたかも。もう横向いたらペラペラだもん確かに確かにペラペラだわ、まあ、でしょ次行く、はい、次 XL、はい、僕はフルーツオブザルームの XL、 僕はユナイテッドアースレの XL、 共に XL、はい、じゃあ着てみました。着てみました。着心地いいわ。なんかアスレ生地感も高級感あるね。全然違うくない？全然違う。竹は？この竹普通に？竹。あ、ぼちぼち長いんだね。これビッグシルエットだね、だいぶ。確かに確かに。でもそうさっきみたいに着るとバランスやっぱいいね。本当ですか？うん。さすが。このこのね、このテクね、菊池くんのこのテクね。これインしたくない人にこのベルトに。裏側に入れてるんですよね、僕の結構タックインしたくなんかいかにもなっちゃうのを避ける菊池テクで後ろ入ってないみたいな菊池ちょっとテクインテクイン綺麗なことばっかり言ってんね今日はテクインしてねテックインしてバランス取るとすごくいいですよ。でかい T シャツは温度バランスいいちょうど。いや原さんもいいよ、ね、なんか俺すごい懐かしい気分になって、ね、ブーンとかのスナックに出てた感じ、ね、ほんとその頃の雰囲気、うん、で生地はねやっぱだいぶ薄めね薄いね、うん、薄いからでもなんか薄いのがやっぱかっこいいけどな、うん、あのこれはこれの良さっていうかね、うん、でさっきの着てみてもだいぶ身幅も狭いから、うん、だかなりスリムな仕上がりの XL かな。薄くは なったわさっきの俺こっちの話か、うん、ペラペラの話これはこれの魅力でも値段は値段はこれハイクオリティ 5.6 オンスですけど、うん、1463円。おでこちらはパックティーなんで2枚入りで2枚入り2090円。おじゃあこれ1枚だと1000円ぐらいのものってことか、ね、これだから黒だったり白だったりのコンビがあるってこと、ね、そうですね。まあこれもいいかもね。こんぐらいだったらもう、うん、あの真冬だったらインナーにしてもいい。そう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 。まあずっと使えるだろう、ね、インナー使いだったらやっぱりこれぐらい薄い方が僕はねいいかもね。そう好きですね。さっきの確かにこうこの手のあの着させてもらったプロクラブとかはインナーでじゃあシャツに合わせるとかっていうとさっきの菊池くんが言ってた。そうちょっとリブが、うん、リブがちょっとね。主張してくる太すぎるかなっていうのはあるよね、うん、シャツでこうなるとスウェットなんかだと逆にその綺麗なトリムがこんだけしっかりしたリブだと出やすいんですよね、うん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 、スウェットのインナーに白を刺すぐらいとか確かに、まあ、そのあたりねなんか使い分けっていう意味ではいろいろ買ってみてもいいのかもしれない、うんうん、
なんかくたっていってよりなんかこう、うん、味が出るのがギルダンとかこのフルーツみたいなのスタイルで、はい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 、確かにね。でプロクラブとかはややストリート寄りに着る人とか、うん、まあもう身幅でかめな印象で着る人、そうだね。でこっちは逆になんか少しデザイン T シャツっぽいというか、うん、あのきれいめの服にも合わせるんだったらアースレとかは、うん、いいかもしれないっていうような。なんか着こなしはさっきの着丈とかもあるからちょっと工夫した方がいいんだろう ね。だからベルトに巻き込むっていう、こういうテクを入れながら無地 T は楽しむと、もうちょっとニュアンス出して着れるかなという、ね、これだったらジャケットのインナーにも良さそう、 そうですね、うん、なんで参考にしていただけたらと思います、はい、ということで無地 T、はい、いろいろ着てみましたが、うん、参考になれば嬉しいですということで、はい、また来週さよなら。さよなら。いいねお願いします。